ほんと不思議だね。今回は語の倍数回ということで、近代に入るとなぜか豹変する日本人というテーマで話をしていこうと思います。和をもって尊しとなすという17条憲法から始まり、江戸城無血開城など、日本人は昔から話し合いを最善と考え、争いや汚れを嫌う文化を持っていますよね。ところが明治時代に入って近代化を達成すると、突如としてそれらを捨て去り、なぜかアジア諸国かっこ笑いで虐殺やレイプを繰り返していると、こういう不思議な話があるんですよ。まずは日本人の国民性についてもう少し詳しく見ていきましょう。まあたくさんあるとは思うんですけど、ここでは3つ取り上げていきたいと思います。一つは話し合いの文化、もう一つは汚れの文化、最後に言霊思想、この3つです。一つ目の話し合いの文化についてはとても分かりやすいので、特に説明する必要はないかなと思います。日本人って話し合い大好きですよね。なんとか会議とか無駄に多いですし、だから協調性が生まれ、団体戦とかチームプレーにはやたら強くなりますよね。1たす1が3にも4にもなるわけです。だから日本軍も強かったんですよ。軍隊なんて集団行動の究極系ですからね。2つ目と3つ目についてはあまり馴染みのある言葉ではないので、少し解説をしていこうと思います。汚れを嫌う文化っていうのは、簡単に言うと血とか死っていうものを汚らわしいものと考え、できる限り避けようとする文化です。これがあったからこそ昔の被差別部落とか、そういう話になってくるわけですね。かつての平安貴族っていうのはこの汚れを嫌う文化っていうのを色濃く持っていました。だから武士たちを汚れた連中として雑に扱い、どんだけ功績を立てても出世できないと、こういう状況にぶち切れた武士たちが、だったら俺たちは自分で何とかするわということで幕府を開くことになっていくわけです。この汚れの文化っていうのは今でも日本には残っています。例えば今の日本でも軍隊の話なんかをすると、極端なアレルギーのような拒否反応を起こす人っていますよね。これは戦後教育の影響ももちろんあるんですけど、もともと日本人が持っていた汚れを嫌う文化というのも根底としてあるわけです。最後に言霊思想については、日常生活する上で意識することはほぼほぼないと思うんですけど、これも今でもしっかり残っています。一番わかりやすい例を出すと、受験生の前で落ちるとか滑るという言葉を使うなとか、何か悪い想定をすると縁起でもないこと言うなみたいに言う人っていっぱいいますよね。これがまさに言霊思想なんですよ。つまり口に出すとその言葉が力を持って現実に起こってしまうと、こういう考え方ですね。これは日本独特らしいです。実際には受験生に向かってうっかり落ちるとか滑るなんて言葉を使ってしまったとしても、その人が本当に受験に落ちるかって言われたらそんなことはないですよね。しかし日本では使ってはいけない言葉になっているわけです。この言霊思想が根底にあるから、日本人っていうのは想定外の出来事にはとても弱いという特徴があるんですね。例えばもしヨーロッパで原発を建てますよと、こういう話になったとしましょう。そんな時にはもし大事故が起きて誰も住めない土地になってしまったら、その時はどうするかという最悪の事態を想定してあらかじめ対策を立てておくわけです。しかし言霊思想のある日本では、最悪の事態を想定するとイコール最悪の事態が起こってしまいますから、そもそも最悪を想定しないんですよ。だから福島でいざことが起こった時にも対応が全て後手に回ってしまいましたし、住民がどこに避難すればいいかも全く決まっていなかったわけです。さて、ここまで解説したような特徴を昔の日本人はもちろん今の日本人ですら持っているわけです。にもかかわらず、明治以降戦前の特定の期間においてだけこれらの思想を突如として放棄し、アジア諸国かっこ笑いで虐殺とかレイプとかを繰り返していると。汚れの文化を持ってるにもかかわらずですよ。いや、不思議ですよね。できれば戦わずに済ませたいと願って、日露戦争前にも大東亜戦争前にもロシアやアメリカと何度も話し合いをした日本が、韓国を併合した時にだって両国の話し合いで普通ではありえない対等な条件での併合をした日本が、汚れを嫌い古くから戦いが終われば敵ですら仲間として迎え入れてきた日本が、何をどう間違ったら制奴隷20万人とか民間人30万人大虐殺とかやっちゃうんですかね。僕にはよくわかりません。次回は世界恐慌と515事件について解説をしていきたいと思います。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。前回のニコニコ動画でのコメント欄で、財政の話を無視するなとか、お前はディテールを知らなすぎるとかいうコメントをいただきました。これについて少しだけ言い訳をさせてください。僕のこの動画シリーズっていうのはあくまで近現代史を勉強したいんだけど、難しくてどっから取り掛かればいいのかよくわかんないっていう人とか、これから勉強しますよっていう中高生をターゲットに作ってるんですよ。
そしてあわよくばそういった人に歴史って今とつながってるんだなっていうところを感じてもらいたいなと、そういう思いで作ってるんですね。細かいところが大事だってのは確かにわかるんですけど、そこに行き過ぎちゃうとどうしても動画長くなっちゃいますし、複雑でわかりにくくなっちゃうんですよ。ですからその後の展開を考えて、どうつなげていけばわかりやすく話がまとまるかなと、こういうことを優先的に考えて作っています。このあたりのことを理解していただけると幸いです。